それではご案内いたしましょう。本日のスペシャルな犬山劇場、ご登場いただくのは秀吉くんプラス大阪一番太郎山口寛平さん。はい、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、代わって登場、三成くん中谷和弘さん。はい、よろしくお願いします。よろしくです。そしてやちにゃん林凛子さん。おはようございます。よろしくお願いします。わー、やちにゃん衣装で揃えていただいて素敵でございます。ありがとうございます。そしてゲストはコウタです。それでは犬山劇場よろしくお願いいたします。様の家臣になった覚えはないから、だいたい元はといえばやちにゃん様のせいだからな。え、なんでにゃん。大吾の花見にレッドブルなんて差し入れするから、病気で死ぬはずだった豊臣秀吉が翼授かって元気になっちゃったんじゃんか。それの何が悪いのにゃん。やちにゃん秀吉様の命を救った恩人にゃん。いや、このままだと秀吉が石田三成と徳川家康の喧嘩を丸く収めて関ヶ原の戦いが起こらないんだ。そしたら歴史が変わって江戸時代が始まらないんだよ。あにゃ、どういうことにゃ。つまり江戸時代がなかったらやちにゃん様も生まれないし、東京が首都になることもないから東京オリンピックだって開催できないんだよ。東京オリンピックが開催されないのは残念だけど、やっぱ秀吉様は生きてた方が嬉しいにゃん。もういやいや、だからそういうことじゃなくって。あ、やばい。え、豊臣秀吉と石田三成が来るぞ。やちにゃん様隠れて。え、なんで隠れるにゃ。だからなんでって、これから秀吉を暗殺するからに決まってんだろ。え、あ、暗殺。暗殺なんて絶対ダメにゃ。歴史を元に戻すためには仕方がないんだよ。だって僕は時空警察のタイムパトロール隊なんだからね。ほらほら、やちにゃん様隠れて。ここに世わすは天下統一を果たし戦国の世に平和をもたらした太閤殿下秀吉様にあらせなれるなり、皆の者図が高いなり。まあまあ、そういう堅苦しいのはなしにしようよ三成くん。秀吉様がそう言うなら。それじゃあ改めまして、皆さん彦根にようこそ。僕、秀吉くん。そして秀吉様の家臣三成なり。滋賀県といえば僕が若い頃に住んでいた長浜城もあるし、そしてここ彦根には三成に過ぎたるもの二つあり、島さこにゃんに沢山の城と言われた沢山城があるなりよ。そうそう。あ、そういえばみんなもう近江牛食べた？近江牛は小田原攻めの時にも戦国武将に食された歴史上最も古い和牛なりよ。みんな知ってたなりか？しめしめ、秀吉くんがすっかり油断している今がチャンスだ。秀吉くん覚悟。うわりゃーって、ちょっと
なんだよこの犬、これ邪魔すんじゃねえ、犬こら邪魔すんじゃねえって言って、クソ者、そこに隠れているのは誰だい。ああ、もう見つかっちゃったじゃんかよ。誰かは知らぬが、一番太郎殿を止めてくれるとはお手柄じゃ。よしよし。あれ、大崎一番太郎殿にやちにゃん殿、こんなところでどうしたの。ん、その手に持った刀は。秀吉くんに三成くん、奇遇ですな。いや、たまたま通りかかったらこの野良犬が二人に襲いかかろうとしてたから、僕が止めに入ったというわけです。何か笑い方が下水が、それはかたじけないなり。うわー、ありがとう、さすが大崎一番太郎殿。いやいやいや、天下の太閤殿下が野良犬にかばれて怪我でもしたら一大事ですからな。秀吉様を助けたのはこのワンちゃんじゃ。やちにゃん様は黙ってて。くそ、奇襲が失敗したからにはなんとか二人をよそ見させて、その隙に襲いかかるしか。ん、何をブツブツつぶやいてるにゃ。よし、この手でいこう。ああんなところにふなっしーがいる。どこどこどこ。キャー、ふなっしー、どこだっしー。ねえ、ふなっしー、僕サイン欲しい。三成も一度生で見てみたかったなり。秀吉くん、好きあり。はて、一番太郎殿、どうかしたなりか。いやこの野良犬がね、秀吉くんに襲いかかろうとしてたもんだから。またしてもかたじけない。それにしても太閤殿下の命を狙うとは不届きな犬め。しからばこの三成が成敗してくれるなり。えいやわあ、三成くん大丈夫。わあ、ひどい怪我ですにゃ。さあさあ、やちにゃんが手当てをして差し上げますにゃ。すみません。なんて凶暴な犬なんだ。よし、ここは僕に任せて。ぬ、その構えはどこかで見た覚えが。まさか僕が時空警察で習ったのと同じ野球進化系流だが、手加減はしない。いくぜ。一番太郎殿、助けてくれてありがとう。これで邪魔者は全て片付いたぜ。次は秀吉くん、貴様の番だ。どういうことなりか。三成くんはそこで指をくわえて見てるがいい。秀吉くんの命は僕がもらった。今度こそとどめだ。助けて。こいつ犬の分際でまたもや邪魔しやがって。お、大崎一番太郎殿、どうしてこんなひどいこと。実は一番太郎殿は秀吉くんを暗殺するために未来からやってきたにゃん。やちにゃんは一生懸命止めようとしたんだけど。ぬ。なるほど、そういうことであったか。だが先ほどの勝負、どうやらそのお犬殿の勝ちであったようだな。ふん、負け惜しみを。いや、負け惜しみなどではない。よく見てみるなり、さっきからお犬殿は鞘から刀を抜いていない。つまりそなたを傷つけないよう手加減をしていたのだ。はあ、どういうことだよ。
お犬殿に助けられたのはどうやら我々ではなく大崎一番太郎殿そなたの方であったということなり。ああ、ワンちゃん動いちゃダメにゃん。え、にゃになに。うんうん、そなたコータという名前にゃの。え、コータ、まさかそんなはずはない。どうやら心当たりがあるようだな。いや、僕の知ってるコータは垂れ耳でもっと尻尾が長かった。っていうか、ヤチニャン様、犬の言葉がわかるのかよ。ヤチニャンは猫だからワンちゃんの言葉だってわかるにゃん。コータは警察学校で一番太郎殿とルームメイトだったって言ってるにゃん。確かに僕たちはサイトセブンの時空警察教育隊で鬼教官によってタイムパトロール隊として猛特訓を受けたんだ。だけどその時のコータはこんな姿じゃ。ヤチニャン、幕末に蘭学を学んでいたから聞いたことがあるにゃ。コータのようなコーギー犬は子供の頃は耳が垂れてて尻尾が長いけど、大人になる時尻尾を踏まれて怪我をしないように短くされるにゃ。なんだって。それじゃこの犬は本当にコータ。僕は親友になんてことをしてしまったんだ。親友だからこそコータ殿はそなたに殺人の罪を犯させたくなかったのであろう。ごめん、ごめんよコータ。でも僕はタイムパトロール隊として歴史を変えるわけにはいかないんだ。どうしても秀吉君を暗殺しなければいけないんだ。ねえねえみんな、僕にいい考えがあるよ。外行きの声疲れた。え、本当なりか。うん、この時代に僕がいちゃいけないなら一番太郎殿のタイムマシンで未来に連れてってよ。おお、それはそれはナイスアイディアにゃん。いやー、どうせ余生は若い頃に住んでた長浜城に戻ってのんびりしようと思ってたんだよね。それに去年未来から来た島さこにゃんが言ってた長浜の黒壁スクエアや海洋堂フィギュアミュージアムにも行ってみたいし、写真のホワイト餃子とイタリアン焼きそばも食べてみたいしね。でも三成、秀吉様と離れ離れになるのは寂しいなり。それじゃあ関ヶ原の戦いが終わったら三成くんも来るといいよ。どうしよう、どうしよう、なり。あ、今だったらちょうどご当地キャラ祭り in 彦根っていうのをやってて、この後彦にゃん様にも会えるにゃん。ふなっしーは来ないけど。ふなっしー来ないの。僕めっちゃ会いたかった。三成も会いたかったなり。なるほど、秀吉君さえ戦国の世から姿を消せば歴史は修復される。さすがだぜ秀吉君。僕を誰と心得る。天下統一を果たした太閤秀吉様なり。あれ、そういえばコータいつの間に。僕に切られた傷大丈夫なのか。あ、それなら着ぐるみの下に防弾チョッキを着てたから全然平気らしいにゃん。そっか、よかった。それでこそタイムパトロール隊の一員、僕の相棒だぜ。あ、これにて一件落着なり。あ、ねえ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 、それよりみんな早くしないとこの後熊本彦にゃん様のステージもあるらしいにゃん。ほらほら、一番太郎だな。もたもたしてないで早くタイムマシンで2017年に行くじゃん。やれやれ、ナオトラといい、ヤチニャン様といい、いい家のお姫様はみんなおてんばだぜ。三成も関ヶ原の戦い半日で終わらせてすぐに追いかけるなあり。うん、それじゃあみんなこの後もご当地キャラ祭り
インスコネ楽しんでいってね。はい、というわけで声の出演は大崎一番太郎、そして秀吉くん、山口勝平、三成くん、中谷和弘、はい、そしてやちにゃん、林凛子でお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今一度大きな拍手を。ありがとうございました。では皆さんどうぞステージの方にご登壇ください。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん写真に入っていただいて、秀吉くんプラス大崎島太郎、山口勝平さん、三成くん、中谷和弘さん、ゆちにゃん、林凛子さん、そしてコートも頑張りました。ありがとう。さあではいいですか、いい場所取れました。はい、チーズー。はい、できますよ。はい、チーズ、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。今一度大きな拍手お願